客さんゼロとかありましたね。普通に物販ずっと声かけて終わるみたいな、メンバー4人もいるのに1人も物販来ないとか全然ありました。そのピムスを、まあ、5年間続けてきたおかげで自分の本当の好きなものが分かったんですよ。ダンスと歌が好きっていう。今まで応援してきてくれたみんなに、あのマジで絶対ついてきて正解だよっていうのを見せていきたいなって。新体制としてまた新たなスタートで、どんなそのそこから先物語が作れるかすごい楽しみだなっていう気持ちでいっぱいです。もともと私の地元が被災地で、自分がそのアイドルに元気をもらったから、今度逆に自分が元気を与えるみたいな。正直めっちゃプレッシャーありますダンスとかラップとか大好きなものなんで、そのプレッシャーでさえもなんかワクワクしちゃいますって感じです踊るたびに笑われたんですよ。変な動きだねって。グループって全体でのまとまりが必要だなって思うので、本当にみんなについていけるように頑張ります。でもちょっとずつ自分の色というか、前にいた人にはなれないけど、でも頑張っていけたらなって思います。そのピムスっていうのに入れるっていう嬉しさはすごくあったけど、自分がこのグループにふさわしいのかなとか。ダンスは好きなので、もちろんできないところだらけなんですけど頑張ります。はい、ありがとうございます。